どうもどうも、行商人のロミーさんですよ。モリッツさんは意外に話のわかる方でして、強引で偉そうですけど、頭の固い村の人と違って、私たち外の商人にも公平な商売を保証してくれてるんですよ。強引で偉そうですけど、ご子息のボースさんも普段のお仕事でそこのところ分かってるはずなんですけど、微妙に当たりが強いんですよね。次回最後の課題。ところで近頃街道で妙な噂が。